A1 ですね。これ私が世話にしている同好会のメンバーさんの声でして、私の方で代理購入した個体なんですね。ご本人にお渡しする前にレビューをさせていただいてます。ありがとうございます。さて、私がですね、以前にアップした A1 のレビュー、2015年の5月なので、2年前ですね。その後仕様が変更されてますので、皆さんが購入すると手に入る最新型の仕様がこれということになります。ちょっと見ていきましょうか。ヤスレレには見えない仕上げですよね。早速各部の紹介からです。ボディはマホガニーの合板、ネックもマホガニー、指板とブリッジがローズウッドで、サドルとナットが牛骨使ってます。でフレット数は12フレットまでですね。サイドマーカーは残念なんですけどありません。弦はアクイラのナイルガットです。ペグはオープンタイプのギアペグ、あまり質のいいものではないんですけれども、十分なものがついています。で、ボディカラーはこんな感じで、ワインレッドに近いというか、まあブラウンですかね。ワインレッドブラウンっていうんですかね。サテンの仕上げですけど、比較的こうツヤが、あるように見えるかなというふうに思います。じゃあ詳しく見ていきますね。ボディの寸法、計測しておきましたので、ここに表示しておきますね。ポーズして見てみてください。過去レビューしたモデルと同様、ナットの幅、これは 38mm で太めのネックですね。女性やお子さん、私のように親指をこう握り込んで、コードを押さえるタイプの方の場合は、もう少し細めのネックの方が弾きやすいかなというふうに思うんですけども、まあ、この辺慣れなので、2、3日使ってれば特に気にならなくなるというふうに思います。で、弦高ですね。弦高はですね、1フレットで 0.9 ミリ、12フレットで 2.5 ミリ、でした。12フレット側の弦高はバッチリですね。これ初心者の方も弾きやすい弦高になってます。1フレットの弦高も標準的ですけれども、これ初心者用の機材ってことを考えると、もう 0.2 ミリほど下げて、0.7 ミリ、場合によっては 0.6 ミリぐらいまで調整すればもっと弾きやすくなるかなと思います。これでも十分弾きやすいんですよ。ただもう少し調整しても初心者向けだったらいいかなという、そんな感じです。でオクターピッチは10セントから22セントシャープしています。ちょっと高めに出てる弦もあります。3弦とかね。で、普通に演奏する分にはそこまで気にならないピッチのズレです。ただやっぱり気になるっていう方は、今貼られてるアクイラのスーパーナイルガットを、もう少し細めのフロロカーボンの弦に入り替えていただければ、何でしょう、気にならないレベルまで改善ができるかなというふうに思います。はい、でボディ材はですね、こう比較的銅管の目立つ材で、かなり濃いめの色の塗装ですね。色目はちょっと好みが分かれるかなという気もします。その場合はですね、 AU2 っていうモデルもありますので、A1 と合わせて検討してみればいいかなというふうに思いますね。で今回の機材はですね、トップ材、トップ材の厚みが2ミリでした。これは AU2 と同じ厚みで、ウクレレ、一般的なウクレレとして見ても標準的な合板の厚みなんですね。これ自体が悪いって話じゃないんですけれども、中にはですね、薄めの個体があるんです。1.8 ミリぐらいで、トップ材を使っている AU1 の個体もありまして、そちらの方が音が大きかったりしますよね。なのでこれまた仕様が変わってしまったのか、あるいはですね、複数の仕様が混在している可能性っていうのがありますね。異なる工場で、生産しているとか、生産ロットによっては、こう、厚い、薄い、こう、材の使い分けが出てしまっているっていうことかもしれません。このあたりはちょっと想像するしかないんですけれども、もし皆さんがですね、購入した AU1 のトップ材が2ミリを切る 1.8 ミリぐらいの厚みだった場合は、それは当たりの答えです。
うん、当たりが来た、うん、薄い方が出音も大きいですし、音色も高音域が綺麗に出るのでウクレレらしい音がすると思うんですよね、うん、もし皆さんがご購入された個体でお気づきのことがあればコメント欄にご報告いただけるとありがたいかなというふうに思います。はい、じゃあサウンドチェックしてみますね。付属品です。今回購入したのはエビサウンドさんの5980円のセットを、購入させていただいてます。これギグバッグですね。薄いペラペラのナイロン製のものです。ただしワンショルダー、ワンポケット、うん、なので、クッション入ってないんですけれども、ボディ保護の役目は、まあ、あまり期待できませんけれども、ちょっとした持ち運びには十分ですし、引かない時の埃よけとしては十分に役に立つかなというふうに思います。うん、もしね、いろいろ持ち歩いてみんなに自慢したいんだよってことであれば、うん、もっとおしゃれなバッグを買うのも楽しみの一つかなというふうに思います。それと、これヤエリさんのやつですかね、クリップチューナーがついています。あとはウクレレのコードが載っている下敷き、裏はギターも載ってますね、うん、アリアさんの保証書、あとはレッスン動画が入っている DVD と、フレットの音を覚えるために貼るシールですね。フレットに貼るシール、ポジションステッカーっていう商品名のようですけど、うん、それとピックが2枚、これだけついて5980円ということになって、初心者の方が、何でしょう、初めに買うセットとしては十分な内容のものがついてるかなというふうに思います。ちなみに AU1 セットじゃない販売もネットに上がってましてですね、こうギグバッグと、ウクレレ本体がついてるセットが4380円ですかね、一番安いので、うん、なので5980円っていうことになると、セットの差額っていうのは1600円なんですけども、1600円で、まあ、これだけのものがついてるっていうことであれば、うん、ベッドを買い揃えることを考えればかなりお得なのかなという気がします。はい、うん、ということでですね、2017年3月の時点で、私ので手に入れた AU1 の最新の仕様をご紹介させていただきました。まあ、以前の AU1 のレビューとですね合わせて、確認いただいて、場合によっては AU2 のレビューとかも見て自分の欲しい機材を買い求めいただければというふうに思います。参考になれば幸いです。ありがとうございました。